はい、では、本日はインタビューをさせていただく、ライフコーチをされているエリーさんにお話伺いたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、出会った時にね、いや、めっちゃアジャアンビューティーの人やーって思いながら。あの、恐れ入ります。すごく楽しみにやってきました。<laughs> ありがとうございます。はい、いえ、こちらこそ、ありがとうございます。じゃ、早速なんですけど、もう、あの、インタビューの内容に入っていきたいと思います。はい 今、エリーさんが持たれている夢やビジョンを教えていいただけますかはい、ちょっとなんかこう大きな話になってしまうんですけれども、えーと、一番望んでいることはやはり世界平和なんですよね。うん、で、そのためには、まずその、まあ、みんなでこうやるというよりも、まずはその自分の生き方やとか、あり方。 あとはその目の前の人との関わり方を常にこう見直してでアップデートしていくでそれをもう自分で体現することによってその周りの人にもこう水の波紋のように少しずつ広がっていってで心の豊かさとかその笑顔あふれる毎日がこう広がっていけばいいなっていうふうに思ってます。 はい、ありがとうございいいいますいやーかっこいいですね世界変わもやっぱりその笑顔が広がっていくとか,、うん、なんかそういうようなこう社会になっていった時に、うん、なんかエリーさん自身がこう、はい、どんな気持ちになってるというか、まあ、どんな自分もこんなふうに変化してるっていうようなイメージもありますか、うんえー、とその自分だけが幸せであればいいという生き方とかそういう考え方が私は好きではなくて。うん で周りの人もこう幸せになってほしいっていうのが根底にあるので、そういったところで何ですかねあの他人が変わってくれたら私も変われるのにではないので、まずはその自分がちゃんと心を整えていけたらなと思って日々精進しております。<laughs> あそうですねなんか素晴らしいですねまず自分からっていうところがあのすごい痛い素敵だなって思ってやっぱり自分が自 実践しないとね他の人にも伝えられないっていうところがあると思うので、はい、なんかすごいその夢やビジョンにかけるエリーさんのん姿勢態度をすごく感じました、はい、ありがとうございますはいじゃああの夢や、はい、ビジョンを無限化するための目標計画も伺っています、うんはい、まあ例えば1年後はこうなっておきたいとか、はい、3年後5年後こうなっておきたいっていうようなそういったところがあれば教えていただけますか、うん、はい、えー、とまずこう その自分が悩んでいることがどうして発生しているのかでどうして苦しみが続いているのか分からないまま毎日過ごしている方ってすごく多いと思うのでそういった方たちの,その何ですかね、囚われ心のとらわれた状態を解放できるようにえとそういう人たちを増やしていけるようにその自分の,そのコーチングという手法を用いて。 セッションしていきたいなっていう,ふうに思るほどなんかその中で例えば今年は、まあのー、ここまでやってみたいとか、うんま、来年はここまでやってみたいとか、うん、そういったイメージもあったりされますかえっと、うん、あのー、実はこうコーチをしていながらなんですけれどもその目標とか計画を立てるっていうことがすごく苦手なんですよ。<laughs> そうなんで,す、ね、ではい、うん でそのまあ、クライアントさんにもすごい苦手な方が多いのでそこでこう共感できるっていう利点もあるんですけど、うん、あの目標や計画を立てても例えばコロナ禍だったりその突発的なこういう世の中の流れとかで、うん、やりたいことができなくなってしまうっていうことがすごい多いじゃないですか。でそうなった時に目標とかその何年後の計画とか立ててそれが叶わなかった時にすごくこう失望する。 とかあとはがっかりするっていうことを防ぎたいのと、うん、あとはその目の前にあのすごく好奇心を大事にしてるので目の前ですごくこう興味があったりとかあこれやってみたい自分ならこれできるかもっていうのをどんどん取り入れていって、うん、で目標がない状態常にこうリセットされた状態で進んでいきたいっていうのがあるので、うん、あえてそのようにしています。あー 確かに時代がねこう、本当にコロナなんて誰も予測してなかったことが起こって、確かに目標計画っていうところが立てにくさっていうのを私もすごく感じましたね、うん、今回のけど、エリーさんの言うように、やっぱりこうリセットできることってすごく大事だなと思って、はい、で今、ここどう、ね、やっていくのかっていうところで、執着っていうわけじゃないんですけど、こうはい、切り替えていける。うんうん そういったことができることって確かにすごく柔軟でこれからの生き方にもすごく必要な要素の一つだなっていうのをすごく感じました。はいはいありがとうございます改めてなんですけど今、エリーさんがされている、まあ、基本活動ですね、されている活動内容とその中で大事にされていること、活動指針を伺っています。はい、そちら教えていいただけますかはいはい えーとその「面白きこともなきよう面白く」という格言をあの聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、そしてその面白くない世の中を面白くするっていうのはあの周りやそういった環境のせいではなくてその自分の心が作っていると思うんですね。うん、なので、えー、とそのでそ,それを前提のもとに その自分が世界を作っているならばどうしていきたいかっていうのをそのコーチングを使ってクライアントさんにその自分の力でなりたい自分とかあとはそういう目標とかも達成できていくよっていうことをサポートさせていただきたいと思っています。うんうん、なるほど。 ええ、へすごい、あの、その、自分が、自分の心が、うん、まあ、この世界、ね、今作ってるとおっしゃってたんですけど、なんか、そう思えたのは、何かあったんですか。はい、えっ、ー、と、子供の時から、あの、あ、これ、次の質問になりそうですね。ああ、そうですね。はい。あの、その思考、思考が、うん、えっと。 自分を良くしたり悪くしたりそういう現実を作っているっていうのを子どもの時から気づいていて<ー>でその自分はダメだダメだって思ってるとどんどんその悪い状況になっていくことに気づいたんですよね。でこれはその環境とかのせいではなくてその自分の心がこう引き,あの引き起こしてることなんだっていうのを、えーとね、小学生ぐらいの時に発見して。へ<ー> <laughs> うん でそこからですねなるほど。<laughs> ちょっとそうです、ね、次のじゃあ質問いく前に、じゃあはい、改めてちょっと戻すと、またさ,さっきは同じこと聞くかもしれないんですけど、あはい、改めてこう仕事の中で大事にされてるって言ったら、やっぱ自分がどう思うのかっていうところになってくるんでしょうか、うん、それとも面白く。するののもも楽しくしくないのも自分次第で、うん で楽しくないから悪いとか悲しいから悪いっていうのではなくてそのいろんな感情を楽しんでいこうでどんなその選択肢も自分で選んでいけるんだよっていうのを、うん、あの気づいていただきたいなと思っているんですよね。 さっきおっしゃられてた中でこう自分の心が作っていくっていった中でその道具の一個としてやっぱコーチングっていうところを選んだのも何か、うん、そこはきっかけがあったんですかコーチングはそのコーチ側に答えを持っていなくて、うん、でクライアントさん自身の,その心の中に答えがある。うん、で最初はその自分では答えが見つからなくても。 こういうい対話を用いて引き出すことによって自然とこう答えが生まれるっていうところに魅力を感じてでそのカウンセリングとかアドバイスとかだとこちら側がこうあの提供する形になるのでそれだとその人の人生にはならないなっていうところからそのコーチングの方がいいなと思ったんですよね。 なるほどいやそれもすごい素敵というかかっこいいなっていうのを思いました。<laughs> なんかこう,なんかこうどうしてもそういうの教える側教えられる側っていう、うん、で立場が本当に例えば固定されてしまうとどうしてもいつも上下関係が生まれてしまうっていう,、うん、ていうところじゃなくてやっぱりその人自身のやっぱ可能性をこう引き出したいっていうエリーさんの思いがあるのかなっていうのをすごい感じてですね。 大事にされてるのが、うん、本当にクライアントさんとエリーさんと本当に何かこう二人三脚をしているようなそうですねはい、はい、そんなイメージがすごくやってきて何、はい、か一人一人の、はい、あの本当に出会う方を大事にされてるんだろうなっていうのをすごい感じましたありがとうございますはい話元にしてですねさっきと被るんですけども <laughs> <laughs> つえになったきっかけを改めて教えていただけますかはいあはいはい。うん えっと、あの子どもの時からその学校教育とかあとはその世間のその一般常識っていうものに疑問や矛盾を持っっていたんでですよね<ー>でえっと同じその脳を持った人間がその作った家事基準で「これはいいですこれはダメです」っていうそのジャッジをしているのはどうなのかと思っていました。うん でそこで自分の中で、えーとあのー、その人の価値基準ではなくてその自分の心と対話していって生まれたものに沿って生きていけば間違いないんじゃないかなと思って<ー>それが、えー、ときっかけにな,なりましたね。<laughs> すごいことに、うん 気がついたそ, <laughs> <い>そうなんですよ。いやすごいなーって思って、ええ、えそれを気がつけたのは何かあったんですか？うんと気がつけたのはまずその、うん、運転免許を取ってから、はい、あの車の事故に3回連続であったんですね。あら。 <laughs> でその時にそうそうそうで普通そんなに会うことないと思うんですけどすちょうどその頃 <laughs> <laughs> 自己肯定感がものすごく低くて本当にこう世の中はつまらないとか周りに対してのこう愚痴や不満がものすごい多かった時代だったんですけど<ー>そんな時にその車の事故に遭ったことにより、うん、あこれって自分の思考が自分はダメだとか、うん、周りが悪いとかって思ってることによって引き起こされてるんじゃないかって思ったんですね。うんうん、で子のの頃からじじじわわ感ててたそそうういう疑問がその事故を通してか 革新に変わって、うんあ、これって自分の思考を変えたら、えー、とどんどん良くなっていくんじゃないかなと思ってそしたらその本当にこう実験がうまくいったというかその良い行いをして <laughs> 良い行動をとっていればもう全然もう不完全な人間ですけどそれでもこう自分の中でいいと思うことを、うん 信じてやっていくと結果あの良いんですかね世界を見れるようになったというかうん、うん、人に対しての不満とかもなくなりうん、うん、全てこう自分に要因があったんだなって気づけるようになってっていう経緯があります, <laughs> へーすごいそれで実験をしてみようって思えたのもすごいですね、うん、そこでこう、はい、切り替えられるというか。ううん、うん、うんうん なんかこう人のせいにするとかじゃなくて、はい、本当にご自身と向き合われたんだなって思ったんですけど次の質問にもなってくるかと思うんですが、はい、あのそのような、はい、まあきっかけ、まあ、幼い頃から、ね、感じられていたことや、うん、その事故によって悲しみになったっていうことがあるんですけど、はい、まあそこで思っても、はい、例えばそれで自分の思考だけ変えてもいいやっていう方もいらっしゃると思うんですよね。うんうん とかまあ、分かっても、はい、まあ別に変えずにそのままいっちゃう人もいるかもしれないんですけど、うん、なんでア、はい、リーさん自身は、まあ、ご自身もこう変わっていくことで、はい、それを他の人にもこう伝達しようって思えたのかとか、はい、その辺もちょっと聞いいてみたいですね、はいえー、と自分自身と同じように悩んでる方がその周りにたくさんいたっていうのと、うん、あと人のそういう心情ってそんなに差がないなって思ったんですよね。 悲しいとか寂しいとか、うん、なんかそういうのって、まあ、必ず誰しもあってそれが原因になるのって大体そのコミュニケーション不足だったりとか人、うん、人とと人とが関わる時に、えっと、ミスが生じてて起こっいる、うん、じゃあなぜそのミスが起こるのかっていうとあのその新感覚でもあったように、うんうん、脳に原因がある。 っていうことじゃないでですか、はい、でそれを知らずに一生生きていくのってすごくもったいないねと思ってでそれもなんかあのまあ、自己責任とはさっき言いましたけれども、うん、そのどうしてもその人間の仕様として必ず起こるそのバグなんだよっていうのを伝えていきたいなと思って活動してます。はい そのやっぱ周りにも多かったっていう。<で>うん。うんあ、どうぞ。何かあ,あ, <laughs> あの最初はえっ、ー、と、うん、脳科学の世界から入っていって、うん、です。ごくこうなんか脳みそがすごく好きだったんですよ。脳みそのな仕組みっていうか、<laughs> ううみ脳みそが好きっていうのが。<laughs> でそのなんかその人そのものっていうよりも、うん、その脳の使用で悪くなったり良くなったりするんだなっていう見方をしていたので、はい、でも、えー、と必ず矛盾があるなって心理的盲点とかあるじゃないですか自分が見たいものは見ているけれども、うん、それ以外のものを排除しているっていう脳の機能だとか。はいはいはい そういうところで、えー、となんだろう生じるものをどうにかできないのかなって思ってた時に、うん、新感覚と出会ってうん、うん、でそこでもうなんかその自分がずっと疑問に思ってたことの答えが出たんですよね。うんはい、それですごいハマってでもうなんかこれで間違いないなっていうのがあってますます、あのーね、自分がこう誰かのサポートさせていただく時にも。うんうん あの、確信を持って、えっと、こう伴奏できるようになってきました。ああ、素晴らしいですね。ありがとうございます。かなりでも追求されていらっしゃったんだなっても、すごい感じましたね。その脳の勉強まで、こうしっかりして、で、そこにやっぱバグがあることに気がついたりとか。こう、その絵が本当に、なん、そのモチベーションというか。 その原動力っていうのを、うんはい、どこから来るんだなっていうのもちょっともうちょっと聞いてみたいなっていうのはありますね。えっ、ー、と昔からこうなぜ生きるのかみたいな哲学者みたいな、うん、あの子だったんですよ。<laughs> すごいですね。<laughs> うん、はい。でえっ、ー、と友達と遊んでいてもこれは今こういう感情になってるから楽しいんだなとか結構分析する癖があって。うん、はい。へ でえー、とそんな時に、えー、とちょうど2年前なんですけれども、うん、あの大好きな母が亡くなってしまってその時にこう介護も初めて経験してで、えー、と人はこういつかなくなると思ってはいたんですけど、うん、身近な大好きな人が亡くなるっていう経験をした時に、うん、あ人はこういつ死ぬか分からないんだ。 と思って、うん、だったらその早いところこのバグに気づいて、うん、あのもっとこう楽しく人生を送れる人が増えたらいいんじゃないかなと思ってみんなこうあの絶対最後まで生きると思ってるんですよね、うん、<laughs> 自分は死なないと思ってるんですよ <laughs> でもあのいつ死ぬかなんて本当誰にもわからないので、うん でそういう,あのなんだろう生としてをすごく意識して毎日生きていて、うんうん、で生きているんだったらばそういうなんかこう楽しみを見つけたりとか、うん、もう悲しいとかあの嬉しいとか怒るっていう感情もすらもなんかこうよ喜びに変えるっていうか、うんうん、それは生きてるからこそできるんだよっていうのを伝えていけたらなっていうふうに思っています。 はい、ありがとうございます。<laughs> いやもうすごい感動しましたね。なんか <laughs> あのそのね、お母様の死っていうとこもあったと思うんですけど、うん、やっぱり思いますね、はい、明日は来ると。うん、<laughs> やっぱりどこかで、やっぱ思っ自分いるなーっていうのを、すごい <laughs>、はい、あのお話聞きながら感じまして、うん、でも本当に何が起こるかわからない世の中ですし、うん、本当に。はい こう今ここがねこうやって生きてこうやってエリーさんとも出会えてお話できてることって、うん、本当はすごい奇跡であることですね、はい、それをこう感謝とか楽しみながら生きていく日常を私も送っていきたいなっていうのをすごく感じました、うん、<の>ありがとうございます心が現れるようなお話 <laughs> 今日お話できてめっちゃくちゃすごいよかったです <laughs> <あ> <laughs> <laughs> はいご、はいのお時間もねあの。 あっという間です。はい。はい。はい、インタビューで伺いたいことは以上となります。はい。はい。まあよかったレリーさんからも最後一言あのこの動画を見ている方にメッセージいただけたらと思います。はい、はい。えっと今この生きている人生は本当長いようで一瞬なので、もう毎日こう楽しくで笑顔で。 な辛いことももちろんたくさんあると思うんですけれども。それすらも生きてるからこそ味わえることなので。えー、っとくじけず諦めず。あの生きていっていただけたら。と思います。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、ます今日は、あの <laughs> 楽しいお話、素晴らしいお話、本当に。こちらこそ、ありがとうございます。あ,ありがとうございます。